レースクイーンの近藤みやびです。レースクイーンじゃねえやドライバーの久保凛太郎です。バズる動画撮れそうですか？もちろん、お任せします。お任せします。大きい大きいリアクションを撮っていただいて僕はもうそーっと運転するだけです。私あのプロのレーサーの同乗走行初めてなんで、かわいそうに期待してます。はい、頑張ります。もう怖い。大丈夫、まだやらないビビリっすか？ビビリじゃない。ビビリリ。え大丈夫でしょう。ジェットコースターは苦手ですか？ジェットコースターは大好きです。は大丈夫。怖いですめちゃめちゃこれ持つとこないんですか？これ思ったんですけど、これをね、もうこれにしがみつくしかない。こうやってか、これか、こうですね、はい、そう怖い、どうしよう、結構怖い。酔わないか心配です。なるべく遠く見て、遠くを遠くをちょっとキャーっとやりますよ。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、やったやらないって言ったじゃん。まだだよ。やらないって言ったじゃん。いい？やらないって言ったじゃん。あった。あんな感じだけど。わかりました。大丈夫。怖っ。いきますよ。行きます行きます行きます。死ぬかもしれない。大丈夫だよ。そんな速くないから。初めてなんだこの車。ええー、やばい、怖い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 、やばいです。行くよ。バズる動画撮りたいから。俺もあんまり道知らないんだここ。やだー。そういうの大丈夫なんですか？
左がね車です、はい、でこのあと左側にみんなが出てきます。はい、危ねえ、そうでしょ、やめてよ、本当にやめてよ。すると声が酒焼けになるっていうタイトルでいかがでしょうか。いいと思います。よっしゃ、ありがとうございました。これはやばいな。いやいや、あー、土屋さん、バズらせてください。お願いします。お願いします。頑張りました。頑張りました。頑張りました。俺も頑張りました。怖かった。初めてアリス。はい。そう、初めて乗る車をちょっとあんま道知らないんだよねっていうこの動画。道覚えてなくてもレーシングドライバーは峠走行を思いっきり行ける。そしてレースクイーンは酒焼けの声になる。ちゃんと立てない、ちゃんと立てない、ちょっとちゃんと立てない、ふらふらする。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。遊戯配信では番組 YouTube を開設、放送で使われなかった未公開映像も公開予定。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。